Hi, I'm Chris from Philippines and welcome to my channel. Konnichiwa minasan, watashi no channel ni yokoso. Watashi o Philippine, Chris desu. Hi everyone, welcome back for another reaction video. And for today, I am watching Overseas is at a loss for words for Akita dogs who are too earnest for their owners. This video is from this channel. Dewa sasuku, hajime mashou.皆様お疲れ様です。パーソナリティの椿です。椿さん、今回は日本のみならず海外にも愛好家が多い秋田犬について取り上げていきます。日本犬の一種であり、古くから日本に生息している秋田犬、犬種として正式に認められたのは1900年代に入ってからのことで、意外にもその歴史は長いものではありません。現在の秋田犬は犬種標準に見合ったものとなっていますが、それまでの秋田犬は外見も性格もバラバラでした。そのため純粋な秋田犬を作出し保存していくべく、様々な活動が行われてきたのです。そこには闘犬として利用されてきた歴史と戦争が大きく関わっていると言われています。秋田犬の先祖とされているのは秋田県大館地方で昔から猟犬として飼育されていた大館犬です。江戸時代、大館地方の領主だった佐竹公によって犬同士を戦わせるブラッドスポーツの闘犬が始められるようになり、闘犬文化は明治時代になっても続きました。猟犬だった大館犬が闘犬用の犬として使われるようになったのですが、中型犬の大館犬では土佐犬などの強い犬にどうしても勝つことができず、大館犬を大型化するための改良が始まるのです。グレートデーンやマスティフ犬など大型の洋犬との交配がなされるようになったため、純粋な日本犬ではなくなってしまいました。そのため現在でも秋田犬は洋犬の血が入った日本犬と呼ばれることもあります。1916年になると警視庁から闘犬、闘牛及び闘鶏の禁止命令が交付されます。そしてこの頃から闘犬のために大型化してきた秋田犬を保存すべしという世論が高まりを見せ、愛好家や研究家によって秋田犬の新しい標準が探られていきました。1919年には種族保護に関する法律、史跡名称天然記念物保存法が発布され、秋田犬を指定動物にするための努力が重ねられます。しかし1920年に当時の内務省が秋田犬を視察した際には、雑種の程度が甚だしいとの評価を受け、天然記念物としての登録を見送られてしまいます。その後も努力は続けられ、1927年には大館町、現大館市の町長らによって秋田犬保存会が設立されました。秋田犬復興への取り組みがいよいよ本格的になり、発令から12年後の1931年、ついに秋田犬は天然記念物として登録され、正式に保存の対象となったのです。ところが秋田犬の再興と改良が進められていく中、戦争がそれに影を落とすことになります。戦争中に防寒医療作成のため軍用犬であったジャーマンシェパード以外の犬は軍へ提供しなければいけなくなりました。秋田犬も例外ではなく、苦肉の策としてジャーマンシェパードと交配をさせたり、犬も一緒に疎開したりなどして、なんとか秋田犬を保存しようと必死の努力が続けられます。それでも戦争が終わった後、純粋な秋田犬は20頭足らずしか残っていなかったといいます。しかしその犬たちを基礎として秋田犬の作出が再度行われるようになりました。現在の姿になるまで多くの研究と努力が重ねられたのです。戦後アメリカ兵によって秋田犬が母国に持ち帰られると、アメリカでは日本をしのぐほどの人気犬種となりました。海外ではジャパニーズ秋田という名前で独自の発展を遂げ、秋田犬とは別の犬種として登録されています。秋田犬の特徴といえば、骨格が頑丈で肉付きが良く、がっちりした体つきとまっすぐ長い四肢、
ひもは立派な二重構造になっており、極寒の秋田の冬に外で寝ることができるほど寒さに強いのだとか、金星の取れたその体は世界からも美しいと高い評価を得て愛されています。ちなみに秋田犬が日本で広く認知されるようになったのは、渋谷駅前で亡くなった主人をずっと待っていた忠犬ハチ公の話がラジオ放送されたのがきっかけです。ハチ公は千葉県だと思っている人も多いかもしれませんが、実は秋田犬なのです。すでに亡き飼い主の帰りを渋谷駅で約9年間も待ち続けたというハチ公のエピソードは感動を呼び世界的に有名になりましたが、過去には海外でも秋田犬がハチ公物語のような行動を取り話題になったことがあります。世界が驚いた秋田犬、海外でも話題になっていたのはスペインで飼われている秋田犬のマヤ2歳。緊急入院した飼い主を待ち続け、6日間も病院の前から離れなかったそうです。カタルーニャ州バルセロナに住むマヤの飼い主サンドラ・イニエスタさん22歳は日曜日に父親とドライブに出かけました。もちろん犬のマヤも一緒です。ところが帰り道の途中、サンドラさんは突如耐え難いほどの腹痛に襲われました。父親はすぐに娘をバレンシア州エルダの病院に運びます。検査の結果、サンドラさんは虫垂炎であることが判明。緊急手術が行われ、そのまま入院することになりました。サンドラさんの父親は一旦帰宅することにします。ところがマヤが病院の前から離れようとしないのです。マヤを家に連れて帰ろうと車まで引っ張っていくのですが、車内に入ることを激しく拒み、また病院の前へと戻っていってしまいます。父親はマヤを何度も家へ連れ帰ろうとしました。しかしマヤは頑として言うことを聞かずに、そのまま6日間にわたりサンドラさんが現れるのを病院の前で辛抱強く待ち続けたのです。マヤのこの姿はすぐに有名になり、多くの人々の心を揺さぶりました。家に帰らず飼い主を一心に待ち続けるマヤのことを知った病院のスタッフは、サンドラさんが入院している間のマヤの世話と体調管理を買って出たといいます。手術も無事に終わり、ようやくサンドラさんは退院しました。サンドラさんが病院から出てくると、かたくなに動くことを拒んでいたマヤはサンドラさんと一緒に歩き出したそうです。普段から常にサンドラさんと行動を共にしているマヤ、一緒に外出する際、サンドラさんが建物の中に入ると戻ってくるまでいつまでもじっと待っていてくれるのだとか、この時もいつもと同じように待っていれば必ずサンドラさんが出てくると信じていたのでしょう。病院スタッフによってこのエピソードが SNS に公開されると、写真や映像は大きな反響を呼びました。忠犬ハチ公の逸話を引き合いに出し、秋田犬の一途な性格を褒めたたえるコメントが殺到。映画とは異なり、飼い主と犬が再会できてよかったと感激する声なども多く寄せられていました。秋田犬は他人への警戒心が非常に強く、飼い主以外には懐きにくいという特徴があるようです。そして自分のテリトリーを守るべく、家族に害が及ぶと判断すれば必死に防衛しようとするのだそう。こうした秋田犬の性質も忠犬と言われるゆえんなのかもしれませんね。秋田犬については海外のネット上でもたびたび取り上げられており、さまざまな声が寄せられていますので、一部紹介いたします。海外の反応。かわいいよね。秋田犬に完璧に恋に落ちてるから、犬を飼ったことがない人が秋田犬を飼うのは難しいと聞いた時には本当に落ち込んだよ。だけど僕はやっぱり秋田犬を飼ってみたいから、これからもできる限りたくさん調べていくつもり。近い将来本当に飼えたらいいな。柴とか秋田とか日本の犬ってみんな似たような性格をしているよね。見知らぬ人や動物にはちょっと警戒するけど、とても賢いんだ。自分が興味のない命令には従わないし、面白い犬種だよね。秋田犬はかまってちゃんなのに人見知りなんだ。だから可愛いんだよ。秋田犬はしつけが難しいっていろんなところで言われているよね。
でも私が学校生活を送るときには秋田犬にそばにいてほしいの。秋田犬が頑固なことは分かっているけど、しつけがある意味楽しくなるかも。私自身との戦いだもんね。私はメスの秋田犬を飼っているけど、彼女は最高だよ。彼女が来てから11ヶ月、幸せ続きだし、もう彼女がいない生活は考えられない。私はハチっていう映画を見た後、ハチみたいな秋田犬を飼いたいって思ったんだ。それから実際に秋田犬を飼って、本当に映画の中のハチにそっくりだったから、ハチって名付けたの。今では私の一番の親友だし、家族のみんなを守ってくれているよ。うちにも5ヶ月になる秋田犬の子犬がいるんだけど、もう20キロもあるんだ。このままどこまで大きくなるのか不思議で仕方ないよ。海外でも秋田犬を溺愛する愛好家はかなり多いようですね。モフモフの毛並みや愛くるしい表情にメロメロといった様子でした。2009年にハチ公物語を題材にした映画が海外で公開されたことが、さらに人気を高める要因になったようです。秋田犬のしつけは難しいと一部で噂されているようですが、子犬の頃から噛み癖のしつけや無駄吠えのしつけなどをしっかりとしていれば、良き友、良き家族として素敵な時間を共に過ごすことができるでしょう。成犬になると体重34キロから50キロにもなる大型犬ですから、最低限の運動スペースの確保など事前の準備はとても大切になってきそうですね。飼う場合は十分に環境を整えてから迎え入れてあげてください。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。 Wow! There's so many dog lovers all over the world and I'm one of them. But sadly, I don't have one. I can't own one because I don't have time to care for them. Well, I have dogs before in my hometown. And Philippine dogs, we call it Aspen or Asong Pinoy, which means Philippine dog. And they're also sweet.Very loving, very caring. I remember my dog before. She was so cute, very loving, very caring. She loves walking with me, going to church. She also loves playing with me and my siblings. She was very sweet. Well, Akita dogs, they're very cute, very big, and loyal. I have seen Hachiko the movie, and I really cried. Japan has Akita dogs and Shiba dogs. I don't know the difference between the two, but both are very cute. I love their eyes. I love their ears. It is so touching to have this kind of pets who will love you back, care for you. Dogs are truly man's best friend.Well, anyway, it was a very interesting video. Thank you so much to the uploader. And guys, thank you also for watching with me. I'll see you very soon.